今時のアイドルといえば総選挙がつきものだ。というわけでマミたちは選挙活動を始める。選挙対決で決着をつけるのだ。マイクです、マイクです。我々は諸君の惜しみない支持と投票を要求するぞ。住んで待って、自由と解放とおやつとゲームとお年玉を要求するぞ。次の選挙場所から対決スタートだかんね。はい、給湯室はマミの陣地。冷蔵庫はずるいよ。んー、じゃあアミは事務室ね。ゲームは全部アミの。でーマミまだナモドラクリアしてないのに。ひなたちゃん、あれってどういうルールなの？いやアミ師匠とマミ先生の言うことは難しくてね。続いてアミはレッスンルームを陣地とする。ここで鍛えた仲間を増やすのだ。んじゃマミは受付を支配する。チケット発行し放題。二人ともどうしたんだろう。いつも一緒でいつも仲良しなのに。あのねマミ先生、どうしてこんなことを？このままだと劇場を開けられないよ。あ、ヒナピー発見！ヒナピーはマミの味方だよね。味方ってどういうことだい？どうもこうもヒナピーはマミチームってこと。ほら、後で特典の盆栽あげるから。そうかい。盆栽をくれるならそういうことでもいいかな。良いではないか、良いではないか。ってことでマミチームの木下ひなたさんによる応援演説です。マミ先生は元気で面白くって可愛くってすごい人なんだよ。ねえアミちゃん、落ち着いてよく聞いてほしいな。私いっぱい歌の練習しなくちゃいけないから、だからレッスンルームを開放して。かなりー最初グじゃんけんぽん、あっち向いてはーい。え、あ、ぽんほいはれー。後出しなのに釣られて負けちゃった。これでかなりーはアミチーム。アミの応援ソング歌ってくれるね。プロデューサーさん、何の騒ぎ？え、モッチーだ！モッチー、こっちこっち！マミのモンモンに下るのだ！こっちだよ！マミんとこ来てよ！マミんとこ行ったら盆栽にされちゃうよ！アミちゃん、マミちゃんも何してるの？よ
くわかんないけど、二人とも喧嘩はダメ。喧嘩じゃないよ。これはね、厳正で神聖な選挙対決。そうだよ、公明で盛大な、なんかそういうの。でも、アンナ、二人のどっちかとか選べない。だってアンナ二人とも好きです。会心の銃撃だったよ。プロデューサーさん、この対決本当に決着つくんですか？私もつい釣られちゃったけども、どうなったら終わるんだい？今やってるのは陣取りゲーム？そうそう、手に汗握る駆け引き、熱いバトル。このままシアターの場所を取っていくゲーム？そうそう、取り切るまでは終わらないよ。取り切った後のことはその時に考えるけど。ならきっと累計ポイント多い方が勝ちだよね。一番ポイント高いのはどこ？決まってるっしょ。シアターのステージだよね、マミ。そうだよ、だってマミたちアイドルだし。ステージに君臨するもの、それこそが真のスターなのだ。わあ、でもさ、いきなりステージに君臨しちゃったらゲームになんないでしょ。だからなんとなく選挙合戦して勝ちそうな方がとどめに取ることにしたんだ。そうだったのかい。確かにステージは私らにとって大事なところだからね。とっても素敵なゲームな気がしてきちゃった。分かったよ、アミちゃん。私頑張って応援する。でもやっぱり勝ちそうな方を決めるの難しそう。後で泣いてもおやつはあげないよ。
ってことで、いざスター決定公演始まり。なかなかのステージだったよね、マミ。うんうん、そこそこじゃなかったよね、マミ。やっぱアミたちは最高のスターだよね。いやー、さすがはアミ師匠とマミ先生だね。それで、選挙はどうなったんだい？帰りにエントランスで投票してもらってるんだって。もうすごい人だかりみたい。 SNS にもメッセージいっぱい届いてるよ。すっごく楽しかったって。それからみんな、どっちかなんて選べないって。二人とも最高のセンターだって。二人ともさすがファンの兄ちゃん姉ちゃんたち。アミたちのことよくわかってるよね、マミ。そうだね、アミ。一人でも楽しいけど、二人一緒だとやっぱ二人分楽しいもんね。じゃあセンター対決はお預け、キュウリはぬか漬けってことで。ねえねえ、次は何にする？フェロモン対決とか？うん、わかった。兄ちゃん、アミ、セクチー衣装に着替えてくるからちょっと待っててね。あ、マミも着替えてこよーっと。兄ちゃん、今夜は夜まで寝かせないぜ。バイキュー。これってつまり選挙はおしまいってことですか？そうみたい。アンナもびっくりしちゃった。でも嬉しいな。そうだね、やっぱりアミ師匠もマミ先生も二人一緒が一番